なるほど。ここのね、張りがだんだんなくなってきましたから、リンパの流れも良くなってると思う。肩こりもどんどんなくなっていきますよ。頭重たいのがなくなりました。そうでしょう、今すごくいい状態。体重も変動があったんですけど、食べても太らない、落ちたまま、出すもの出したらそうなるんです。ゴミを出したんです。いや、目が開くようになったのが嬉しくて嬉しくてね。いや、ありがとうございます。まだ変わりますよ。これもっと下がるからね、このあばらが。いや、本当にありがとうございます。勘弁チェックしてますよ。いいことですね。どんどんしてください。欲しいの私。あげようと思ったらくださいね。そういうのが出た時に、今日は100点の弁かなって。最高でしょ。だから生きる実感が生まれるんですよ。そっか、そういうのを見ながら喜んでるんですよ。この前もなんか変な弁が出たから、あ、宿便が出たんだなって。そういうことです。今ね、出し時ですから、ちょっと水を飲むとか、リズムをあまり変えず、急激な変化をあまり作らずに、まだ体がブレますから。実は打たれ強いようで打たれ強くない。だからここでもう何が来ても OK、 私はいつでも出せる体ですよぐらいまでいかないと、急激な変化があった時にさーっとまた変わるから、そうならないように今ちょっと作っとかないといけないですね。はい、はい、リズムを整えて、なんかイライラしたらふーっと息を吐く、肩甲骨を動かした方がいいですね。限りなくいい感じだから、この調子でいきましょう。はい、知らず知らずの生活習慣だから変えられるんですよ。全部それが原因なんだから。やっぱり違うことやっていかないと。はい、だって気分がいいでしょ。はい、今から楽しみ。